はい、今日5月12日です。はい、まあ、1週間以上これが滞ってますね。まあ、ようやく窓が入ったんだけれども、まあ、あとはガタガタなところをちょっとスペーサーで埋める感じっすね。まあ、割れながら、まあ、これちなみにガラス戸とか襖のところに入ってたやつを外してそれ使ってますね。まあ、なかなかいい感じにはなったんで。で、今日は作業4つだけやりますね。まあ、これを当てがっていきますので、ちょっと寸法を測ります。はい、井戸です。今回はですね、まあ、僕が今使ってる、まあ、一つ目かな、客室1って僕は呼んでますけど、そこの窓ですね。これ窓をなんか無駄に2つ作ったんですよ。はい。で、なんでかって言ったら、ここは本来、石膏ボードで塞いであったんですけど、まあ、石膏ボードで塞ぐとものすごい暗いんですよ。で、薄暗いんですよね、昼間でも。で、薄暗くて、蒸し暑かったり、クソ暑いってなんかすげえ、健康的にも、精神衛生的にも悪いんで、せっかく日が当たるんですよ。ここは。建物的には公道側ですね。で、そこは、一番風も当たるんですよね。だから、ここの窓を開ければ、もう夏場も涼しいし、まあ、冬はクソ寒いんですよ。だから、後々は雨戸だったり、その二重窓の断熱はとにかくやっていかなくちゃなとは思うんですね。で、まあ、とにかく今は、これを撮ってるのが5月か。で、5月でまあ、夏前なんで、夏の対策をしていこうかなっていう感じです。はい。46.3 に対して、木の枠の厚みを入れるのを忘れていたらしく、51センチだったかな、それぐらいだったから、ちょっと5センチ分、約5センチ分かな、51センチだから、うん、51センチだから、ちょっと5センチ分切ります。はい。じゃあ一応5センチね、ビス切らないようにだけ確認して、ガツンと行きましょうか。本来5ミリこの、中からポリカを残さなくちゃいけないけど、まあそんなことやってる暇がないんで、まあそこはですね、隙間テープ貼ってスポンジ用で埋めようと。はい。まあ結構割愛しちゃったけど、これが組み上がったんで、早速通してみます。そして一つ間違ったことがあって、襖のレールの太さを考慮しなくて、ちょっとこれ、もう 0.6 ミリぐらい幅広くしなくちゃレール的にダメで。そしてこの反対側っすね。逆 Z にしてしまったので、多分はまんないと思います。どうなることやら。はい。まあ、寸法を合わせるのすげえ大変だなって感じですね。で、まあ、前後の寸法は合わせましたけど、で、その寸法に対して、下の枠の木の上に横の枠の木を乗せるのか、はたまたその逆なのかっていうのが分かってなくて、またやり直しでしたね。はい。まあ、こんな感じですね。これが俺の限界です。まあちょっと手つけ悪いけど、まあ開閉は俺や力で筋肉でやってください。開閉はまあ筋肉で、はい、やりましょう。まあそんな、はい、午前中にまあ終わったかなって感じですね。あともうちょいこれビス止めして終わりっすね。いやー長かった。
はいはい。まあこんな感じで、なんとかね、下地まではできました。まあ、あとはこっちくるっと回り、はい。まあ頑張ったね。正直頑張った。これは頑張ったと言わざるを得ない。はい。なので、まあまだまだ頑張っていきましょう。で、今日の工程としてこれからまたクロス張りですね。今日はクロスが張れるところまで張っていきましょうって感じです。はい、まあ一室はできたの、できる気配なんで、まあもうそろそろ募集も始めようかなって思ってます。で、まあ現状はもっと進んでるんですけど、爪がちょっと甘いんで気をつけてこれからもやっていきたいと思います。バイバイ。